どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのヒルとアメックス、私はプレミアムカードをね持っているわけなんですけども、本日はですねこちらのねアメックスのクレジットカードで百貨店ギフトカードを購入するとポイント2倍キャンペーンが来ておりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、このねアメックスのクレジットカードっていうのは非常に珍しいわけなんですけども、百貨店のギフトカードがクレジットカードで購入することができるんですよね。またねこの購入した時のねポイントとかも普通にねもらえるわけなんですけども、今回ですねボーナスポイントキャンペーンということでポイント2倍ねもらえるキャンペーンが来ているんですよね。去年ねかなり話題になりました 3% オフとかもね、前回ね、去年の夏ぐらいだったかな、あったんですけども、まあ、これはね本当にあのギフトカードをクレジットカードで購入できるのにさらに割引してもらえるっていうね、かなりねぶっ壊れたキャンペーンで早期終了したわけなんですけども、まあ、今回ですね、ポイント2倍ということで金額自体はね変わらないわけなんですけども、ポイント2倍もらえるっていう風になりますんで、今回の対象カードはねちょっと限られておりまして、 ANA アメックス、ヒルとアメックス、デルタアメックスね、この3名がね対象カードっていう風になりますんで、ちょっと前にねヒルとアメックス、入会キャンペーンね強化されておりましたよね。決済修行ねされてる方は結構いらっしゃると思いますので、まあこういった方はですねこのね百貨店のギフトカードね購入していただければポイント2倍取れるっていう風になりますし、またね百貨店のギフトカードということで、まあ、二次利用ねすることができるっていう風になりますんで、今回のキャンペーンねかなりおすすめっていう風になります。今回ねこちらを、解説ねやっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、こちらがね、公式サイトになりまして、大切な方へ贈り物にもご自身のご褒美もこの機会にということで、今回のキャンペーンなんですけども、対象者限定かもしれないですよね。ちょっとね、これ、よくわかりませんので、ヒルとアメックスね、持ってる方はね、多分皆さん来てるんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですけども、私ね、ヒルとアメックスプレミアムカード持ってるんですけども、ちょっと友人に来たらね、メール来てないって言ってたので、まあ、もしかしたらですね、対象者限定かもしれません。もしね、メール来てないっていう方は、アメックスね、一回電話してもいいかもしれないですね。もしかしたら対象者限定かもしれません。ということで、キャンペーンのね、詳細見ていきたいと思うんですけども、期間中、百貨店ギフトカードを購入していただくと、100円で2ポイントということで、こちらはね、このね、100円で2ポイントっていうのはですね、この ANA アメックスとか、デルタアメックスとかもそうだと思うんですけども、100円決済で1ポイント貯まるものに関しては、今回のキャンペーンでね、通常1ポイント、今回のキャンペーンで1ポイントということで、100円で2ポイントがね、貯まるっていう風になります。ですので、ANA アメックスゴールドカードとかもね、発行された方、決済使用されている方は、まあ、こちらね、購入していただければ、100円決済で2マイル貯まるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。で、またね、ヒルとアメックスの場合は、まあ、一般カードはね、100円で2ポイント通常貯まりますけども、今回のキャンペーンで100円で4ポイント、プレミアムカードに関しては100円で6ポイント貯まるっていう風になりますんで、非常にいいですよね。で、今回のキャンペーンの対象の上限ですね。基本カード1万円につき百貨店ギフトカードの購入金額の送料合計ですね、200万円までがボーナス対象っていう風になりますんで、200万円以上に関してはですね、100円で2ポイントね、貯まらないっていう風になりますんで、ここだけね、注意してください。で、このね、百貨店のギフトカードっていうのは、ちょっと後で公式サイト見ますけどもね、1万円以上ね、購入していただければ、額面通りのね、金額が購入することができるっていう風になりますんで、まあ、コンビニとかにもね、今最近見なくなりましたけどね、普通に売ってるんですけども、百貨店のギフトカードって、普通に1000円でね、1,200〜1,300円しますんで、10日で買えなかったりするんですけども、まあ、このキャンペーンはね、ちゃんと10日でね、購入することができるっていう風になります。で、対象カードですね、ANA アメックスとヒルとアメックス、デルタアメックスということで、残念ながらね、マリオットアメックスはね、対象外なんですよね。まあ、このね、ヒルとアメックスプレミアムカードとかね、一般カードもそうですけども、年間ね、150万円切っていただくと、無料宿泊特典であったり、ヒルトンアメックスプレミアムカードに関しては、200万円でダイヤ、300万円で、無料宿泊特典、まあ、10月限定にはなりますけどね、もらえるっていう風になりますんで、この二つがね、対象になってるのは非常にいいですよね。また、デルタね、アメックスゴールドカードとかもね、150万円でゴールドメダリオンとかね、まあそういう決済系で何かね、特典があるカードがね、今回対象っていう風になってますんで、ANA アメックスゴールドカードとかもね、確か300万円で1万スカイコインとかもらえますよね。プレミアムカードとかももらえると思うんですけども、まあこういったカードがね、今回対象っていう風になっておりますんで、非常にいいですよね。なんでマリオットね、入れてくれなかったんだっていうところはね、ちょっとあるんですけども、
まあ、こういったね、カードが対象っていう風になります。で、期間ですね、2024年3月14日申し込み分までっていう風になります。で、申し込み方法なんですけども、ウェブサイトでもね、利用することができますし、まあ、電話でもね、注文することができますんで、こちらはね、お好みで利用してください。で、1回に100万以上超えるね、注文に関しては、電話じゃないとね、利用することができないっていう風になりますんで、これだけね、注意してください。100万以下であれば、ウェブサイトでもね、注文することができるっていう風になります。まあ、そんなところですかね。ではね、ちょっとこのウェブサイトの方でね、公式サイト見ていきたいなと思うんですが、それがね、こちらになります。百貨店ギフトカード、個人のお客様ということで、ウェブサイトで注文する場合はね、こちらから、注文していただくっていう風になります。で、こちらのね、利用できる店舗なんですけども、こちらね、確実にチェックしてください。どんどんね、更新されておりまして、利用できると思ってたら利用できなかったりね、まあ、そういった場合もね、あるかななんていう風に思いますんで、一応ね、全国の百貨店この加盟しているところでね利用することができるっていう風になりますんで、ここだけちゃんとね見てから購入するようにしてください。まあ、結構いろんなところで利用することができるんですけども、今ねこのまあ東京町田小田急百貨店町田店であれば、まあいろんなものがねテナントで入ってますよね。今ちょっともういなくなっちゃったかもしれないですけども、ビッグカメラとかもね入ってたりするんですけども、そのテナントの中のねビッグカメラで使えないとかね、そういった場合もね あったりしますので、まあ、ここのねテナントで使いたい場合はそのテナントでも使えるかどうかね確実に確認してからね利用するようにしてください。今ね百貨店でも結構家電量販店とかね入るようになりましたので、まあ、そこで使いたいって思われたりねする方ねいらっしゃると思うんですけども、買って使えなかったらね意味ありませんのでね、この点だけは確実にチェックしてください。まあこういった感じになりまして、下に進んでいただくとですね、こういった感じの券面で、料金がね出ていると思うんですけども、これね額面通りになっておりませんけども、次のページに行くと、1万以上購入していただくと、額面通りでね購入することができます。でこちらね10枚綴りで1発送690円の送料がねかかりますので、これね送料無料になりませんので、送料も考慮して購入する必要がございます。でこちらね申し込みをね見ていきたいなと思うんですが、はい、ということでちょっとね先ほどねログインできて画面見れたんですけども、今ちょっと見ることできないので混み合ってるみたいですね。前回のキャンペーンの時もね非常にこのね画面出て利用することできなかったので、まあ、もしねこれで出ちゃった場合は電話してね利用していただく、こちらですね電話して利用していただくっていう感じですかね。まあ、ちょっとね今回のキャンペーンもかなりいいんでね、おそらく早期終了するんじゃないかと個人的にはね思っておりますので、まあ、利用される方はですねできるだけ早めにね注文していただければなと思います。で注文方法が先ほど言った通りね、券面通り購入することはできるんですけども、送料がかかるんですよね。10枚綴りで690円のね、送料がかかるっていう風になりますんで、もしね、50万円利用されたいっていう方は、まあ、5万円分を10枚でね、50万円で、プラス送料690円で利用していただければいいと思うんですけども、もし100万円購入されたいっていう方は、5万円分を19枚で、3万円を1枚。それで98万円になって、プラス送料1380円っていう感じですかね。まあ、それで利用していただくのはね、最もコスパよくね、購入する方法っていうところですかね。ぜひね、購入検討されている方は参考にね、していただければなと思います。まあ、マックスまでね、購入される方結構いらっしゃると思いますんでね。いや、普通にね、二次利用ができるギフトカードがね、購入して、ポイント2倍取れるんだったらね、めちゃくちゃいいですよね。はい、ということで、今回ですね、アメックスのクレジットカードで、百貨店ギフトカードを購入すると、ポイント2倍キャンペーンが来ておりますので、解説させていただいたわけなんですけども、ヒルトンアメックスプレミアムカードで購入すると、100円で3ポイントのところが、100円で6ポイントっていう風になりますんで、100万円購入していただくと、6万ポイント。今回のキャンペーンで上限200万円まで購入することができますんで、200万円購入していただければ12万ポイントね、獲得することができるっていう風になりますんで、これはめちゃくちゃいいですよね。12万ポイントあればですね、まあ日本国内ね、どこでも泊まれると思いますし、まあ6京都もね、利用することできるっていう風になりますんで、これめちゃくちゃいいですよね。ぜひね、対象のクレジットカード保有されている方はですね、利用ね、していただければなと思います。私もね、ちょっと検討させていただきたいんですけども、あんまり百貨店の
のね、ギフトカード、今のところ使う予定ないかな。まあ、ちょっとね、ポイントもらえますんでね、私も検討したいなと思います。で、このね、動画を出すとね、100% 聞かれるんですけども、このギフトカードを売却できないのか、まあ、買取屋にね、売却できないかっていうお話をね、絶対聞かれるんですけども、まあ、こちらに関してはですね、私はね、言及いたしません。はい、前回ね、言及したら、ね、非常にね、それは良くないですよっていう話をね、いただきましたんで、どうしても気になるっていう方は、Twitter で DM 等々ね、いただければ回答させていただきますので、まあ、そんな感じでね、いきたいなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、プライオリティパスのおすすめがわかる PP 診断、マイル診断、ポイントサイト診断、時間をかけて作らせていただきました、マイルクレカ診断も最近ね、利用することができました。まあ、こちら総合版になっておりますので、今後ね、SFC、JGC ね、作りたいなと思っておりますので、ぜひね、こちら、無料で利用することできますんでね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。